俺だ。あ、僕ですか。ちょっとあの YouTube やらせてもらってるんですよ。はい。で、そんな有名じゃないですけど、よかったらちょっと今地元のご飯。こんにちは、神田です。今日はサイドバックからセンターバックにコンバートされて、覚醒が止まらない、成長が止まらない渡辺大樹選手について、深く詳しくね、触れていこうと思います。あくまでもサッカー素人の考えでは、センターバックとは経験がものを言うポジションだと思うんですよね。現代のようにディフェンスラインを高く設定するチームはそれほどなかった時代は、センターバックに求められる資質として優先順位が高かったのは強さや高さであり、スピード不足は経験と読みで補うことをしていたポジションです。だが対戦するアタッカーのアスリート能力の向上に加え、ハイライン&プレッシング戦術の流行によってディフェンスラインのアップダウンが増えて、センターバックにもより運動量とスピードが求められるようになっています。そこでそういった資質に長ける、そういった能力を兼ね備えているサイドバックに、白羽の矢が立ったという、見解に至るんじゃないのかなと神田は思うんですよね。最初にセンターバックはどういうポジションなのか触れていこうと思います。センターバックは守備の要であり、高い守備能力が求められるポジションです。さらにビルドアップの時には正確な足元の技術、パス精度を欠かせない。ゴールキーパーと同じように守るだけの選手では任せられなくなってきているのが現状だと思います。センターバックには一体どういう能力が必要なのかと言いますと、一つ目、高さ、強さ、速さ。高さ、強さ、速さ。この三つは現代サッカーのセンターバックにはもはや基本的な能力となっています。競り合いに強い高さ、対人能力に長ける強さ、どんなスピードにも対応できる速さが必要。これらの能力は必ず持ち合わせていないといけないと思います。特に対人能力は身につけておくべき重要な能力と言えます。ゴール前で相手フォワードに対人で負ければ簡単に得点を奪われてしまいます。二つ目、読みの鋭さ。ただ高さがあり
強さ、速さを兼ね備えているだけではいけません。それらの能力を最大限に発揮できる読みの鋭さが必要。どの選手にパスが入るのか、どこのスペースが危険なのか、どこからシュートを打ってくるのか、など、相手だけではなくスペースも把握し、どんなプレーにも対応できる能力が求められていると思います。3つ目、観察能力。相手選手一人一人を観察し、その選手の良さや弱点などを把握する能力が必要。特に相手の攻撃的な選手は全員把握しておかないといけません。観察能力が高ければ、先ほどお伝えした読みの鋭さもより良いものになります。相手の良さを消すためにポジショニングを修正したり、プレッシャーをより厳しくかけたり、変化を加えられることができます。4つ目、ラインコントロール。チーム戦術によってラインを高く保つのか、リトリートするかは違いはありますが、どの戦術にしろディフェンスラインのコントロールは欠かせない。センターバックは後ろから状況が把握しやすいため、細かくポジショニング修正する必要があります。さらにそれは一人で行うのではなく、ディフェンスライン全員で行わなければなりません。常に冷静さを保ち、相手は攻撃に萎縮せずにラインコントロールできるようにすることを意識しないといけないと思います。5つ目、ビルドアップ、パス精度。近年では前を向いてプレーすることが難しくなってきていますので、比較的前を向いてプレーできるセンターバックにビルドアップ能力が求められていると思います。そのため足元の技術やパス精度はもう欠かせないと思います。プレービジョンがあり、後方から攻撃の起点となるパスを出されれば、戦術面でも幅を広げられると思います。6つ目、最後ですね、6つ目。運ぶドリブル。パス能力だけではなく、ドリブルで前に、ボールを運ぶ能力も必要となっています。ボールを運ぶことで相手を釣り出すことができ、味方選手がフリーになれる。そのフリーになった選手へパスを出せれば、一気にチャンスへとつながる。パスだけではなく、ドリブルでも攻撃の起点となるプレーができるようになると、センターバックとしてより完成されていくんじゃないのかなと神田は思います。まあ、あくまでもこの6つセンターバックに必要な能力6つは、まあ、神田がね個人で思っていることなので、まあ、多少ね違う部分があるかもしれませんが、まあ、そこはねご了承くださいということで、まあ、センターバックはマークやクロスの対応での細かいポジション修正やインターセプトの時の短いダッシュなどで意外かもしれませんが俊敏性と瞬時の加速が結構求められていると思います。渡辺選手は走力もありますが、俊敏性が特に優れていて、当たりも十分強い。さらにセットプレーの時に空中戦で分かるようにパスの軌道を読む予測能力も優れていますから、センターバックをやっているのを見ていると、確かに向いているんじゃないのかなと、まあ、適任な適材適所のポジションじゃないのかなと神田は思うんですよね。まあ、左サイドバックでプレーしていましたが、もともと守備の能力が高かったので、まあ、そこを買われて、まあ、センターバックにコンバートされたことは間違いないと思うんですよね。足元も器用で左利きということもあり、左センターバックに、まあ、これから入っていくことが多いんじゃないのかなと。で、渡辺選手の身長は180センチ。身長がまあ、あまりセンターバックとしては、決してね、高い方ではないと思うんですよね。ただ、渡辺選手の身体能力に大きな強みを持っていると思うんですよね。まあ、優れたスプリント力、瞬発力、跳躍力で、自分より大きい選手たちを相手にしっかりね、体を張ってファイトしてるシーンは、もうね、皆さん、
湘南戦からですかね、渡辺選手が、センターバックとして出場しているのはもうここ数試合で、それはねもう試合を見ていて皆さん分かるんじゃないのかなと思います。そのスピードから味方の守備陣形の穴や裏のスペースを相手に使われた時のカバーリングは相当早いと思います。持ち場を離れて飛び出す決断力もいいのが大きいと神田は思います。まあ、味方チームがハイラインを敷いている時に常に背後へ目を光らせていると思います。速いだけではなく強さもある選手なので、相手選手とのボールを追った走り合いにも有利になっていると思います。そして渡辺選手の強さは1対1でのボールの奪い合いでは絶大なる強さを誇っていると思います。圧倒的なスペースがあっても密集地帯でもお構いなく相手プレイヤーを潰しにかかることができる能力があると思います。水際でシュートをブロックできる反射神経がズバ抜けていることは間違いないんですけども、それをさらに驚異的なものにしているのが渡辺選手の予測能力だと思います。相手フォワードがどこにドリブル、どこにシュートを打ってくるかをまるで知ってるかのように防いでいく。加えて跳躍力もあることから身長に似合わないくらいクロスボールへの競り合いが強い。空中での接触にも体の強さで対応できているんだと思います。ギリギリの場面だけではなく両サイドバック、まあ、特に新潟の場合は両サイドバックが持ち場を離れて、まあ、前線にね駆け上がっていくっていうことがやはり多いので、そうなってくるとどうしても相手チームは新潟のサイドバックの裏のスペースをね使ってこようとしてくると思うんですよね。まあ、サイドバックの上がった裏のスペースが、まあ、狙われやすいんですよね。でも渡辺選手の予測能力がこれからそういった場面が出てくるんですけども、失点を防ぐことができますし、無失点で抑えてくれるポイント鍵になってくるんじゃないのかなと神田は思います。渡辺選手はギリギリの場面でのスライディングも味方につなぐことができる選手、サイドバックの経験から足元の技術にも優れていて、ドリブルでの持ち運びも苦にならないと思います。まあ、あくまでも、まあ、渡辺選手の、課題、まあ、これからの、まあ、課題と言ったら、まあ、言い方は失礼な言い方になるかもしれませんが、まあ、サッカー素人の神田が見ていて渡辺選手に、まあ、センターバックとして、まあ、もう一つ二つ、特徴というか、まあ、こういったセンターバックとしての能力をね備えていけていたら、備えていけることができたら、まあ、いいんじゃないのかなと思うことを2つねちょっとお伝えしていこうと思うんですけども、まあ、1つは、ロングフィードの精度を上げていくこと、まあ、後ろから前線にねボールを蹴っていくっていうことも必要なんですけども、クリアが精一杯の場面で守備側からボールを確実に前線の選手に、まあ、味方の選手につなげることができるのであれば、チームの攻撃力は大きく変化していくと思うんですよね。クリア、ただね、こうクリアしていくっていうだけじゃなくて、クリアしたボールが味方選手につながるように、まあ、そういったね、フィード、クリア、まあ、クリアのロングフィードの精度って言ったら皆さん分かりましたね。そこをもっと上げていくことができたら、渡辺選手はセンターバックとしてより一層レベルアップしていくんじゃないのかなと思うんですよね。そしてあと一つは攻撃の時のヘディングで決定力を発揮していくことが大事かなと。まあ、セットプレーからのヘディングでの得点が増えていけば渡辺選手にとっても新潟にとってもめちゃくちゃ大きいと思うんですよね。で、この間の、日本代表戦ですかね、谷口選手が、先制点コーナーキックから開始早々に取ったと思うんですけども、まあ、新潟の場合は、セットプレー、千葉選手、マイケル選手が今シーズン1点ずつ取ってると思うんですよね。
なのでこれからまあどういった形でセンターバック、出場していくか、誰が出場していくかは分かりませんけども、やっぱりそういった中で渡辺選手、まあ渡辺選手だけではなく、トーマス・デン選手、高見選手、早川選手などが、まあそういったところ、セットプレーから得点を上げるということに、上げれれば、新潟もやっぱりね、得点のパターンとして、点が取れる方法が、一つでも二つでも多い方はいいと思いますので、まあ、渡辺選手がセンターバックとして、まあ守備だけではなくて、攻撃、セットプレーから、やっぱり跳躍力、反射神経を生かして、ゴールを狙っていくっていうところは、一つ、大きなね、課題というか、そういったことができれば、神田は近い将来、日本代表への、道が開けていくんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、そこの、まあ、神田があくまでもサッカー素人神田が言ったことなので、まあ、その辺はなかなか難しいかもしれませんが、まあ、今シーズン、どれだけ、レベルアップしていくか、そこの部分がレベルアップしていけば来シーズンね、かなりね、渡辺選手またセンターバックとして、大きく飛躍していくんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、跳躍力とフィジカルコンタクトへの強さ、そしてクロスへの飛び込み方を身につけていければ、神田は J リーグを代表する日本屈指のセンターバックになるんじゃないのかなと、渡辺選手に大きく期待をしていきたいなと思っております。まあ、ライブ配信とか動画でも言ってますけども、まあ、中断期間、2週間の中断期間までは、できる限り、ディフェンスラインは、まあ今のね、4人で固定していくのもありなんじゃないのかなと思います。そこで、渡辺選手が、まあディフェンスリーダーとして、覚醒していけば、よりね、新潟として、強固な、守備陣形が、構築できると思いますので、本当にね、渡辺選手のセンターバックコンバートなんて誰も予想してなかったと思うんですけども、まあある意味大きな補強の一つになったんじゃないのかなと神田は思います。まあこの辺のね話はまた今日も19時45分から、スナック神田オープンいたしますので、まあ火曜日ですけども、仕事、学校、家事、育児、勉強、皆さんね、忙しかったと思いますけども、本当に短い時間帯でもいいの、短い時間帯でもいいのでですね、スナック神田にご来店していただき、楽しくみんなとサッカー談義できたらなと思っておりますので、ご来店をお待ちしております。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。